岡ソフトバンクホークス対読売ジャイアンツのゲームを。バッターボックスは3番鳥谷。田口、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目打ちました。ツーアウトになりました。バッターボックスは4番城島。ホークスこの回2点を入れています。さあ先制に成功、なおも追加点のチャンスを迎えています。まあチームとしては先ほど一発も出てますからね、いい流れで来ていると思いますよ。改めてお聞きします、バッターボックスの城島、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、状況によって変わりますが、もともとは初球打順は1番に帰ります。バッター藤井、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。ファウルになります。落ちる球できました。平行カウント振っていきましたが三振。試合終了。試合を制したのはソフトバンクホークスです。